によく似ていて、いつの間にか子供。 ESP 学園ギターボーカルコース出身の伊佐翔です。八重山農林高等学校の出身です。メローユースというバンドのギターボーカルを担当してます。ギターボーカルコースがあったので珍しいなと思って入りました。高校2年生の秋頃ですね。有名なミュージシャン、カリーシュ58とかも出てるんでいいなと思って入りました。高校2年生ですね。お兄ちゃんの影響で頑張れと頑張ってちゃんとやるならいいっていいよっていう感じで助けてもらってます。バンドメンバーが見つかったことが一番いいことかな。チャンスがいろいろあるのと、いろんな人がいるし、いろんな音楽聴いてるし、いろんな音楽を聴けるので勉強になるし楽しいですね。お金がないのと寂しいですね。お家に帰りたい。バンドで成功して食べていくことができたベストかなと思ってます。いけそうですか？頑張ります。いけるって言えばいいのに。いけます、いけます、いけます、大丈夫ですバンドで活動を頻繁にもっと大きく動けていけたらいいなと、曲とかも増やしつつ CD も作りつつという感じでやってます。母と兄大感謝です。それこそお金だったりとかもそうですし、心の支えではありますよね。僕が頑張る理由にはなります。ミコ、いつもありがとうございます。元気にしてますか？もう助かってます、めちゃくちゃこれからもよろしくお願いします。ありがとう。お兄ちゃん、本当にお金の支援をたくさんしていただいて、引っ越しの時とかも僕もまだ至らぬ点はたくさんございますが、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。バイバイ。大変なこともあると思いますけども、東京に出てきついし、お金はないし寂しいし、正直もう帰りたいっていうぐらいなんですけど、絶対そこで頑張ったら何かは持って帰れると思うんで、何でもいいと思います。持って帰るのは何か持って帰ってから大きくしてもいいし、そこで大きくしてもいいしっていうぐらいの気持ちを持って頑張っていてください。 ESP 学園はめちゃくちゃ人がいっぱいいるんで、いいバンドメンバーとか見つかると思うし、何よりいろいろクオリティの高い勉強ができるので、ぜひみんな来てください。バイバイ。おりとおり。